ちょっと全然違うお話であれなんですけど、今日仕分けで経平均株価2万円で、1年以上1年ぐらい下がったんですけど、直ちに地方経済にどうこうっていうのはなかなか難しかったと思うんですけど、ね、として結構明確に追いかけたっていうか。そうですね、やはりこの、今般の契機になっていくのがこの政治的なこの不安定さというかですね、この先行きのこの安定性に対するこの不透明さというか、そういうところが一つの契機になっているんだろうと思いますので、実体経済の方はですね、大きく変わってないわけですけれども、そういったことが実体 経済に波及しないように、やはり、各国で注視をして、必要があるんだろうなと。で、我々としてもですね、今後どういう、この1日株ぐらいこう下がってまた上がるということも、あるわけですし、そこは自体はよく注視をしていきたいと思います。他はいかがでしょうか。すいません、テレビ新広島の菱野です。鞆の浦の山川トンネル3案について、住民説明会が終わったことに対する、改めての所感をお伺いしたいのとですね、今日福山市の枝広市長もですね、できるだけ早期のルートの絞り込みをお願いしたいということが会見で述べられました。このことも含めて今後のスケジュールに対してどのように対応していきたいかというのを改めてお伺いしたいと思います。はい、今後のスケジュールについてはですね、今住民の皆さんへのご説明を終えて、いろんなご意見を伺った段階ですので、しっかりとですね、このあれを率直にご意見を受け止めた上で、できるだけ早い段階でこのルート案の方向性を示したいと考えて。まだこれは例えば時期的にいつ頃までにというのは言えない段階です。まだね、いつまでにというのはなかなか、言いにくい段階ではあります。ただ早くこうしてほしいというご意見もあったので、そういうことも含めて、受け止めた上で、検討していきたいということです。ではもう1点だけ、住民説明会の中ではですね、県が今推奨をされている、B 案でしたかね、以外にもですね、やはりこの70億円かかる参考の案とかを押す声とかも結構聞かれているんですけども、こういった中でこうどのような姿勢でこう絞り込んでいくというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。はい、これまで、調査もをしてですね、この交通量に与えるインパクトであるとか、あるいは住民の皆様に与えるインパクトであるとか、そういったものを検討してきたところでありまして、そういったことも踏まえ、そしてもちろん今回の住民の皆様からいただいた貴重なご意見についても、先ほど申し上げたように率直に受け止めて、で、福山市とももちろん連携をしてですね、検討したいということであります。ありがとうございます。他はよろしいですか。日経新聞の田口です。先週政府予算案が閣議決定されました。コメントも出されたと思うんですけど、改めてその仕上がりっていうのをどうご覧になっているのか、特にその復旧復興国土強靭化のところに関しての、仕上がりっていうのをどうご覧になっているのか。国土強靭化ですとか強靭化復興関連での仕上がりをどうご覧になっているのか。はい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 、
今般ですね、まず知財、地方財政、対策全体として、いわゆる臨済債をですね、大幅に圧縮をして、で、これまで以上の、まあ、前年度を上回る一般財源総額を確保をしているということで、この地方の安定的な財政運営という観点から、まあ、評価をしたいと思っています。また我々としても関心が高い、この地方創生推進交付金ですね、これもこの同額が確保されたということと、それから、まあ、産学連携とかですね、地方創生、の取り組みを加速させるものとして、評価をしたいと考えています。まあ、差はされながら、そうやってもまだ臨済債、残ってますし、この社会保障費っていうのは増加していくということは明らかなわけですから、この必要な一般財源総額を安定的に確保してほしいなというところがまずございます。それから国土強靭化についてはですね、まあ、今般、この7月豪雨の被災、箇所ですね、被災地の復旧復興について、この、まあ、早期復旧ということに加えて、この帰り復旧等のですね、災害防止というのもしっかりと盛り込んでいくということで、これは我々も評価をしたいと思っています。まあ、さらに強靭化ということで、まあ、3年間で集中をしていくということで、ありますけれども、まあ、このために、この去年以上のですね、予算枠が31年度に確保されているということや、この地方財政、対策においてもですね、この緊急事業における事業費として、一定枠が確保されてますね。これ 1.2 兆円ありますけれども、地方財政措置の観点からも適切に講じられているということで、評価をしたいと、思っています。でこれに加えてさらにですね、補正予算、30年度の補正予算においても、必要な予算が計上されているということでですね、これも評価したいと思っています。まあ、そういう意味では、この今回の補正とそれから当初予算の強靭化に向けた枠っていうのはしっかりと確保されているというふうに思っていますけれども、まあ、引き続き国による財政的あるいは技術的な支援を要望したいということと、まあ、本件に確実に配分をしていただくということをですね、お願いをしたいと思っているところです。そろそろ時間のようなんですが、最後の質問にしたいと思いますが、何かありますでしょうか。広島テレビです。すいません、まあ、一番最初は今年の感じのところでもありましたけれども、まあ、生活再建、まだ、被災者の方がですね、まだこれからということもありますし、まだ仮設住宅に暮らされている方、それから二重の方々等々いらっしゃいまして、まだまあ、厳しい年の瀬を迎えられているという中で、そういった方にどういった、まあ、かけられたい言葉がもしあればいただきたいんですけども。そうですね、今、みなし仮設を含めて、まあ、自宅外でですね、避難的に、まあ、一時的に、今日移されている皆さん、あるいは今この自宅にいながらこの自宅再建に取り組まれている皆さん、あるいは肉親をですね、失われて、この精神面でも経済面でも困っている皆さんたくさんいらっしゃると、思います。県としては市や町と連携をして、
この地域支えセンターであるとか、あるいは心サポートセンターということを通じて、しっかりと支えて、いきたいと思っていますので、遠慮なくですね、いろんな気持ちをこうそういうメンバーの皆さんにですね、このお話をしていただきたいなというふうに思います。でそういう中で一人でこう頑張っているということではなくて、まさにその支え合うためにそういうことをやってますので、この精神的な支えにもなりたいと思いますし、今後のいろんな施策もですね、そういったところから生まれてくることもあると思いますし、またいろんな実際の、お支えするための事業だとか、これは市や県、行政だけじゃない、いろんな皆さんが支えていただいてますので、そういったことの活用にもですね、つながると思いますので、まずはやはり、遠慮なくですね、いろいろとお話をいただきたいなというふうに思っています。でこれで定置定例会見を終わりたいと思います。次の定例会見は今明けた1月15日火曜日の午後1時半からを予定しております。ありがとうございました。